はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も酎ハイですね。前回飲みました、宝焼酎の、レジェンドのハイボール。樽貯蔵熟成酒。樽熟成焼酎ハイボール。樽熟成焼酎ハイボール。樽貯蔵熟成酒 20% 使用のこれはレモン味ですね。前回は黒と黄色の色だったんですけど、こっちは黄色です。のレモンチューハイとなってます。アルコール度数 7%、プリン体0、糖質0、甘味料0。樽貯蔵熟成酒 20% 使用。本製品に含まれる焼酎に対する使用比率。で、琥珀色に輝く宝焼酎レジェンドをベースに、強炭酸で仕上げた深いコクと、爽快な喉越しのレモンチューハイです。原材料は焼酎とレモン果汁と糖類と香料と酸味料とカラメル色素。果汁が 1% となっています。これは前回はね、5つ星つけましたからね。これは期待できるでしょう。おお、すごい、これはすごい、なんかすげえレモンの香りするんだ。すんげえレモンの香りするんだ。ああ、そんなでもないか。乾杯。あ、これは、え？これさ、焼酎ハイボールのさ、レモン味と、ほぼ何ら変わんないんじゃないか、これ。何が違うかっていうと、あ、やっぱコクがあるのかな、やっぱな。ああ。樽熟成の、まあ、ウイスキーのハイボールを飲んでるかのような、ほのかな、樽の香りと言いますか、熟成の香りと言いますか。ああ。なんかレモン、ハイボールに、ウイスキーのハイボールにレモンをちょっと入れて、でも結構レモンの味するな。ちょっと入れて。たような味なんだけど、やっぱり、ウイスキーのハイボールよかは甘くないですね。うん。ウイスキーのハイボールって結構甘いんですよ。口に、まあ、ウイスキーっていうか酒の甘みなんだけど、糖類とか一切使ってないんだけど、その甘みじゃなくて、砂糖とかのその糖類の甘みじゃなくて、いわゆるウイスキーの本来の甘みっていうのが、ハイボールになると結構、膨れ上がるんですよね。それの甘みなんだけど、これは、全然そんなのじゃなくて、普通に、甘みがないですね。ほとんどないです。まあ、ほとんどっていうか、ウイスキーのハイボールの半分ぐらいの甘みかな。でも、程よくあるんだよね。うん。これはうまいわ。冗談抜きでこれもうまいわ。これは当たりだな。久々に来たか。とうとう宝焼酎が本気出してきたな。レジェンドチューハイでググるか。前回は、店限定のレジェンドがあるという話をしましたね。まあ、もう一回すると、宝焼酎のレジェンドプレミアムというのが、まあ、1年半前ぐらいから出てるらしいという。ただし、店に売られてないのは、こちらは、
まあ、業務用ルート限定となってまして、おそらく一般商売、一般店では、しないと。一般店には販売されないということですね。てか、結構最近出してるね。宝焼酎の缶中杯のドライも、缶中杯のドライも出たもんね。うん。でも個人的に缶中杯のドライが、は、ドライっていうか、前回のこれのドライ味。よかは、まあ、でも、謙遜ないですね、普通にね。缶中杯のプレミアムドライの方が、逆に、あんまり美味しくない気がする。値段高いしね。値段200円ぐらいするしね。缶中杯のドライね。プレミアムドライってやつ。缶中杯の新しい黒色の、が出たんですよ。タカラのね、缶中杯っていう昔からあったやつなんだけど。ぶっちゃけそれよかも、前回のやつはうまいと思うよ。うん。もうこうなると俺、レジェンドのトリコになるかもしれんな。レジェンドってこんなにうまかったっけ？ストレートで飲んだ感じ全然美味しくなかったんだけど、なんか、ウイスキーのパクリモンみたいな感じだったんだけど、ハイボールにすると恐ろしく化けるのかな。ハイボールにするともしかしたらあれなのかもしれない。焼酎ハイボールドライの、1年前以前の、まあ、昔の焼酎ハイボールドライの味になるのかもしれないですね。これは要検証ですな。今度ちょっと宝焼酎レジェンド買ってこよう。で、ハイボールで飲みましょう。多分ストレートで飲むとね、ほとんどわかんねえんだ。ウイスキーと大して変わんねえ。ああ。確かに、ウイスキーの方が、タルコは強いんだけど、ただ、さほど変わんないですね。安ウイスキーって感じする。ああ。安ウイスキー、レジェンドはね、ほんとストレートで飲むとね、安ウイスキーなんだわ。いわゆる、ブラックニカクリアみたいな感じの味なんですよ。ほとんど変わんない。うん。でも、ハイボールにすると、全然甘さが出なくて、で、香りも結構抑えられてるんだけど、やっぱうまいんだよね。うん。こう、香りがないと、甘さがないんだけど、逆にそれが良かったりすんねん。だから何でもさ、ほどほどがいいって言うじゃん。それなんだよね。おそらく。何でも強ければいいってもんじゃないんですよ。ああ。だから香りだって強ければいいってもんじゃない。ね。甘さだって強ければいいってもんじゃないだろうし、あとコクだって強ければいいもんじゃないんですよ。だから、いかにほどほどのその、俺が好きな、まあ、結局一個人の、俺が好きな、その位置にあるか。ああ、これはうまいっすね。マジで。で、これと、宝の缶中杯、レモンを、多分、どっちがうめえんだろうってなるんですよ。これとね。ただし、俺はもう言わせてもらう。断言させてもらうけど、宝の缶中杯よりはるかにうまい。これは。うん。だから、缶中杯レモン。で、いわゆる、まあ、すげえ、昔からある、
酎ハイなんだけど。あれよか。多分、うまい。か。まあでもどうだろう。うまいって言い切るのも言い切れない気がするな。ね。だから缶チューハイのレモンはね、これよか明らかに甘いんだ。物理的に。甘味料じゃないや、糖類が使われてるんで、これよか、はるかに甘いんだ。これは糖類使われ、これも糖類使われてるな。これも糖類使われてるんだけど、多分糖類の量が明らかに違うんですよ。多分、缶チューハイレモンの半分ぐらいしか使われてない。俺のスーパーユッキーの下で行くと。これは間違いなく缶チューハイのレモンよりも、半分ぐらい甘さが抑えられている。物理的な舌で感じる、物理的な甘さね。酒の甘さとかじゃなくて、酒本来の甘さとかじゃなくて、物理的に加えられた、糖類の量がはるかに少ない。これは間違いないでしょ。で、それを考慮すると、割とどっちもどっちなんだよね。だから、甘いの飲みたいっていう日もあれば、まあ、例えば、そうやね。なんか、つまみを食うときに、つまみを食べてるときに、じゃあ、これ飲めるか、これは飲みたいかっていうと、やっぱりつまみを食ってるときって、甘いチューハイってあんま飲みたくないんですよ。ね、多分わかると思う。で、それを考慮すると、これは、何かを食ってるときに、飲むとベストバランスなんです。で、タカラの缶チューハイのレモンは、普通にそれだけ飲んでるときが、多分ベストバランスなんです。で、だからそういうことなんだよね。今わかった、俺は。タカラの缶チューハイのレモンって昔ながら100年以上多分昔に作られてるチューハイなんだけど、なぜ、居酒屋とかでは売られていないのか。おそらく甘いからですね。甘いと居酒屋では結局何かを食べながらになるんですよ。だから売れないんです。もし販売してたとしたら、居酒屋でね、販売するとすれば。なんで、そういうことっすね。つまり、間違いなく、これは居酒屋向き。これは居酒屋とか、まあ、なんか、肉食べながらとか、つまみ食いながらとか、焼き鳥食いながらとかだと最強にうまい。間違いない。全然違う。缶チューハイのレモンとは全然甘さの質が、量が違う。甘さの物理的量がだいぶ少ない。で、さらに、前回飲んだ、焼酎ハイボール、じゃねえや、焼酎ハイボール。レジェンドのハイボールの普通のドライみたいなやつ、このレモン味がないバージョンに比べて、こっちの方が多分、レモンが入って、いや違う。レモンが入ってる分、酸味によって甘さが抑えられてる感覚がするので、舌で感じる甘さが、それよりも低いですね。間違いなく。
このレモンが加えられてるか加えてられないかで、前回のやつは加えられてなかったので、結構、舌で感じる、甘さっていうのが、焼酎の甘さが結構ダイレクトに来るんですよ。まあ、ただ、焼酎の甘さでしかなかったんだけど、これはね、糖類が入ってるにもかかわらず、前回入ってなかったんですよね。入ってないんだけど、今回入ってるにもかかわらず、前回の、このレジェンドハイボールに比べると甘さが少ない感じが俺はしてます。うん。これはおそらく、まあほぼ間違いなくレモンの果汁が入ったことによって、酸味によって、口の中がこう、まあ何か、まあレモンだから酸っぱいじゃないですか。だからその酸っぱさによって甘さが軽減されてる。ので、個人的には、これは、前回の、ドライ味よりも、こっちの方が、レモン味の方が、絶対に、居酒屋で売れる。間違いない。これは売れるぞ。居酒屋ってさ、レモンチューハイが異常に売れてるの、理由が分かった。うん。多分分かった。居酒屋ってさ、レモンチューハイがすげえ売れるのよ。もうほとんど、普通のチューハイを売ってる店すら逆に少ないんだよね。絶対あるのがレモンチューハイなんですよ。もしくはグレープフルーツチューハイ。まあ、もしくはっていうか、まあ、100% あるのは、レモンチューハイだね。なんでレモンチューハイがあるんだろうなって。ぶっちゃけ考えたこともなかったけど、今わかった。おそらくレモンチューハイだと、酸味によって、焼酎の甘さが消されるので、結果としてドライになるんだな。で、ドライになるとどうするかっていうと、焼き鳥とかが、進むんだよな。うまくなるんだよ。相乗効果や。脂身のある肉とか、ああいうのが、うまい。そして、その脂身のある肉を食った後に飲むと、爽快。これだ。最強かよ。マジで。さすが。宝酒造株式会社、マジで俺、宝酒造の株持ちたいぐらいだね。金ないから俺、株買って、株あれ一本いくらなんだろうな。わからんけど。株一個所持するのに多分10万ぐらい、多分10万円ぐらいなんですよ。株って。一株。だからもう買えないですね。金ないんで。で、俺が気になったのが、そんなことより、焼酎ハイボールドライじゃねえや、レモンですね。焼酎ハイボールのレモン。焼酎ハイボールレモンなんですよ。焼酎ハイボールの、だから焼酎ハイボールのレモンとどう違うか、っていうのが、出てくるんですけど、これ差別化ですよね。だって、宝の焼酎ハイボール、レモンっていう完全に類似品が出てるんだから。なぜこれを販売したかっていうと、その差別化に気になりますが、俺の味覚としては、非常に難しいですね。非常に難しいです。俺が、非常に難しいんですけど、
多分、感覚としては、やっぱこっちの方が濃い気はするんですよね。樽の香り？樽香が強いと思います。うん。まあ、難しいっていうほども難しくないのか。わかりやすい例えで言うと、さっきも言ったけど、ウイスキーのハイボールですね。ウイスキーのハイボールってまあ明らかに間違いなく樽の熟成香がするわけじゃないですか。で、これはするんですよ。でも焼酎ハイボールのレモンは多分、そんなにしないですね。多分半分ぐらいになってますね。これの半分ぐらいの、樽香が100だとすると、これ、樽香がこれが100だとすると、焼酎ハイボールのレモン50ぐらいです。おそらく。だってアルコール度数も 7% ってこれ同じなんですよ。焼酎ハイボールのレモンと同じなんです。それを考えると、こっちの方が高級感はある。というか高級感あるっていうか、その熟成香があるんで、うん。熟成香があるんで、間違いなくこっちの方が、単品で飲んだ前間違いなく美味しい。うん。まあ、樽熟成酒 20% 使用って書いてあるんで、7% の 20% だから、3.5 の割る2だから、ん ?3.5 の割る2だから、3.5 の割る 2?1.5、1.。1.8% ぐらいか。アルコール度数これ 7% なんですけど、そのうちの 1.8% ぐらいが、樽貯蔵熟成酒っていうことになりますね。これでいくとね。1.8% ぐらいですね。うん。まあでも実際 1.8% って、少ねえとか言うけど、でも、そうは思わないですね。なぜかっていうと、アルコール度数 1.8% 違ったら、だいぶ違いますからね。俺も腐るほど酒は飲んでますけど、だいたいアルコール度数 5% から 9% の間、まあ、酎ハイとかだったら、酎ハイとかビールとかだったらね、9% の間ですけど、例えばアルコール度数 5% のやつと、プラス 1.8% で 6.8% っていうのがあったとするじゃないですか。ね。5% と 6.8% のビール、飲み比べてみてくださいよ。約 2% ですよ。約 2% も違ったら確実にわかりますね。バカでもわかります。うん。1% アルコール度数、ビールとかだとね、もう顕著に出ますからね。アルコール度数は、ビールは本当にすごいですよ。ビールはダイレクトにわかる。アルコール度数 1% 違うだけでね、もうむしろ 0.5% 違うだけで、ダイレクトにわかるからね。ビールだけどね。多分、焼酎だと難しいですね。酎ハイだとね、結構難しいんですよ。うん。ただね、ビールで換算するとね、すんげえわかる。なんでかは知りません。それは知りませんけど。ビールだったら俺 0.5% で、こっちが 5%、こっちが 5.5% ってなって、飲み比べて確実にわかる自信はありますね。うん。
0.5% 違っただけで、ビールってだいぶ違いますから。ビールに関してですけど。多分ビールは分かりやすいんだろうな。でも、チューハイだとね、0.5% ではまあ分かんないですね。絶対分かんない。絶対分かんない自信はあります。でも、チューハイでも 1.8% 違ったら、まあ分かるわ。5% と 6.8% だったら、まあ分かるわ。まあ分かるわ。じゃあもうちょっと幅を広げて、2% としましょう。アルコール度数 5% のやつと、アルコール度数 7% のやつって、わかるっしょ？普通。まあ、わからない人はまあ、そんないないと思いますよ。多分普通にわかると思います。うん。まあ、1.8% ですから、1.8% だよね。1.8% ですから、まあ、約 2% と仮定して、まあ、わかるわ。2% も違えば、アルコール度数ね、2% も違えば、すぐわかるよ。飲み比べや。こっち 5%、こっち 7%。これ 7% ですからね。ね。こうやって飲み比べれば、すぐわかる。まあ、そういうことですよ。うん、まあいいや。で、まあ、もういいや。特に言うことはないですね。うん、もう俺はもう言い尽くした。俺はもう言い尽くした。もう俺は言い尽くした。うん、これはもう間違いなく一層しですね。個人的に前回のやつよりかも好きです。まあ、ほぼビビたるもんだけどね。3235です。ご視聴ありがとうございました。